パフュームジーニアスは、アメリカ合衆国出身のシンガーソングライター、マイク・ハドレアスのソロプロジェクトである。2008年、マイスピースにページを立ち上げ、パフュームジーニアスを名乗っての活動を始める。この活動当初から、同性愛者であることをオープンにしていた。2010年6月、デビューアルバム、ラーニングをリリース。すべてを自宅で録音したローファイナ、作りながら、 批評イエス時から高い評価を集め、ピッチフォークメディアでは10点満点中8点2点、NME では10点満点中9点を獲得した。2011年、ベイルートの北米ツアーにサポートアクトとして同行。2012年2月、2作目となるアルバム、Put You r Back n y It をリリース。初めてスタジオでレコーディングを行い、前作同様批評イエス時からは、 ピッチフォークメディアで10点満点中8点に4点、NME で10点満点中8点と高く評価された。また、同作収録の楽曲、フットのミュージックビデオで、ハドレアスは、ゲイのポルの俳優、アルファド、ミクロスと共演したが、このビデオが、YouTube から、家族での視聴に不適切であるとみなされるなど、物議を醸した。2014年9月、 三作目となるアルバム、トゥー・ブライトをリリース。アリちゃんとトポーティスヘッドのエイドリアン・アトリーを共同プロデュースに迎え、ピアノの弾き語りを基調とした、これまでのサウンドにバンドサウンドやシンセサイザー、導入した。レビュー収集サイトメタクレッティックは31のレビューの、加重平均値を100点中87点という高い、評価を与えた。ピッチフォークは十点中点五点をつけ、 ベストニューミュージックに選んでいる。2017年3月、4作目のアルバム、ノーシェイプからのファーストシングルとして、スリップアウェイをリリース、ピッチフォークのベストニュートラックに選ばれた。アルバム、ノーシェイプは2017年5月にリリース。アラバマシェイクスやジョンレジェンドとの仕事で知られるブレイク・ミルズをプロデューサーに迎え、ミルズはギターやピアノ、パーカッション、タブラ、メロトロン、 プログラミングを担当した。また、ロブムースが手掛けたストリングスアレンジによってオーケストラルポップの側面を打ち出した作品ともなった。ピッチフォークが2017年の年間ベストアルバムの16位に NME が27位にランクインさせるなどの高い評価を得た。2020年5月5作目のアルバムセットマイハートオンファイアイミ i ィエットリーをリリース。プロデューサーは引き続き ブレイクミルズを起用し、50年代以前のスタンダードポップ、ドゥアップ、ソウル、ゴスペルなどのアメリカの伝統的な音楽要素を取り込んだ。メタクレッティックは25のレビューの過重平均値で100点中91点という高い評価を与えた。ありがとうございます。